ミカエル・ロシュは、タヒチ・パペーテ出身のサッカー選手。現在、同国の AS ドラゴンに所属し、元タヒチ代表である。ポジションは GK。ロシュは、地元の AS ジュンヌ・タヒチアンで、サッカー選手生活を始めた。2000年にはモナコを本拠地とする AS モナコの、セカンドチームに移籍し、その翌年には、フランスのラッド・マントンに移籍し、4年在籍した後に、 US マルセイ・ワンドゥムに移籍した。2006年には、タヒチに帰り、AS ジュンヌに復帰、その後、AS ドラゴンに移籍して、タヒチ・ディビジョン・フェデレールを2011から12シーズンに制している。2014シーズンには AS テファナに移籍した。OFC チャンピオンズリーグ2016の、ナディ・ FC 戦では、右サイドからの味方のスローインを、 ダイレクトで打ち返そうとしたものの蹴ったボールは自分の左後ろにあるゴールネットへと流れていき、史上最悪のオーンゴールとも呼ばれるオーンゴールを叩き出した。また、インタビューによれば、体育の教員もしているという。2011年に多七代表としてデビューをした老師は OFC ネーションズカップ2012でクザビエザマンとゴールキーパーの座を競り、一試合目から 出場を果たした。2013年6月20日には、FIFA Confederations Cup 2013のスペイン戦で10点を決められた者の,の英雄として称えられている。この試合後には、ホセマヌエル・レーナとユニフォームを交換している。ありがとうございます。